Thank you.
しいですね。お日様も指揮官も。暑いと思ったら言ってくださいね。真夏は熱中症にかかりやすいですから。おかげで海に来られました。のんびり平和でいいですね。指揮官、海に入ってませんよね。私は泳げないので溺れても助けられませんよ。服を脱いでいらっしゃるので簡単に診察できそうですね。あとで日焼け止めクリームを塗ってあげますね。ずっと日差しを浴びてるとお肌がヒリヒリしますから。本当に眩しいですね。お日様も指揮官も。指揮官、水遊びもいいですが気をつけてくださいね。もし溺れたり怪我をしたりしたら、私自分が許せなくなりそうなので。あの日はとても楽しかったですよ、指揮官。次は二人きりで海に行きましょうか。もちろん指揮官の主治医としてですよ。次の休暇が待ち遠しいですね。水遊びもいいですが、こちらで一休みしませんか。次の診察では細かくチェックできそうです。体も元気、心も元気になりました。指揮官が元気にならなきゃいけないのに、私ばっかり元気になっている気がしますね。お礼に次の診察では細かくチェックしますね。指揮官、いつもありがとうございます。大切に使いますね。指揮官、夏のせいか暑いですね。患者さんにはみんな平等に接するべきなのですが、指揮官は特別扱いしちゃいますね。ついつい欲張りになってしまって困りますね。何かお手伝いしましょうか。はい、どうぞ。今行きます。本当に休む暇がないですね。皆さん集まってください。大きなお注射を用意しましたよ。チクッとしますよ。少々お待ちくださいね。今行きますから。装填します。指揮官、ちょっと近づきますね。痛いの痛いの飛んでけ。はい、次の方。バイキン退治完了。すみません、先に抜けますね。もし怪我をしたら来てくださいね。